ウェールズの国旗カーディフ上ウェールズの歴史では、イギリス・ウェールズ地方の歴史について解説する。詳細は、ブリテンの戦士時代を参照ローマ帝国による征服ローマ帝国支配の終幕ブリテン島の、イギリスのアーサー王伝説はアングロサクソンに抵抗したブリトン人の王の物語とされる。中世には、ケルト系勝負族国家が軍立し、やがてグイネッツ王国、ポイス王国、 デハイバルス王国などの地方王権が形成された。ウェールズの民は外来者に対しては頑強な抵抗を示し、1066年にイングランドを征服したノルマン朝によるウェールズへの侵略、植民政策はウェールズ南東部を除いて恒久的な成功とはならなかった。13世紀にグーイネッツ王サウェリン・アップグリフィズがウェールズのほとんどの領域を支配下に収め、 1258年に、ウェールズ諸公の第一人者を意味する、ウェールズ大公の称号を名乗った。ここに、ウェールズ公国が成立した。ただし、一時的な政治的統一にとどまり、イングランドのような向上的な統一王権が確立されることはなかった。実態としては、リズラン法典に従う、マナー化診断による統治であり、オックスフォード上皇以降の古ロ老支配によって、 事実上、ウェールズは、イングランド王家に追従した。1276年以後、エドワード一世による4度の侵攻を受け、激しく抵抗したが、1282年に、ウェールズ大公のサウェリン・アップ・グリフィズが、エドワード一世に敗れ、イングランドの支配下に置かれた。エドワード一世は、長男エドワードに、ウェールズ大公の称号を与えたが、ウェールズ人は、決して、 イングランド人に同化されなかった。逆に、ウェールズ人の民族意識を強め、この地に植民した異民族のほとんどがウェールズ人化されたという。バラ戦争の際には、ウェールズはその清争争奪の舞台になり、1485年のボズワースの戦いで勝利したリッチモンド博がヘンリー7世として即位し、ウェールズ人のウェールズ大公の決闘から出て、イングランド王家に収まった。 また、ウェールズ人の長久隊は、イングランド王の軍勢の強力な戦力として、名を馳せた。後世のチューダー家に至っては、1536年の合同法による表面上のウェールズ統合により、単一国家、イングランド王国あるいは、イングランド及び、ウェールズ都市、実装としてこの王朝の家臣団で、ウェールズ人が重要な地位を占めた。こうした経緯から、 ウェールズ人は同王朝のヘンリー・パス生からエリザベス一世までの国王が推進したイングランド国境界創設などに協力的な姿勢を見せイングランド及びウェールズの歴史を紐解く上で重要な活気になった。だがクロムウェルによる独裁の後は政治的に力を落とし18世紀に入るとメソディストの影響を受けて1811年に 国教会から独立したウェールズ長老協会を結成した。1979年にウェールズ議会設置の是非について投票が行われ、否決されたものの、1997年の投票では設置が決定され、2年後に議会選挙が行われた。ウェールズ人としてのアイデンティティは21世紀になった。現在でも非常に強いと言われている。ありがとうございます。